どうも、ドゥーバップ TV 塚本です。春夏商品が続々と入荷しておりますが、ネペンテスも22年春夏が立ち上がっております。もちろんニードルズ、エンジニアドガーメンツ、サウスウエスト8の主要3ブランドは入荷しております。ご興味ございましたら随時オンラインアップしてまいりますのでご覧ください。今動画ではニードルズの春夏コレクションからこちらのシャツを紹介させていただきます。カットオフボトムクラシックシャツ、ポリシフォンプリントグラフィティです。定番的な位置づけで展開されておりますカットオフボトムシリーズ、今回はクラシックシャツ、オープンカラーにフラップポケット、身幅の余裕も適度にございます。そして裾の断ち切り仕様、大敗的な雰囲気を演出するオリジナリティ感じる仕様ですと、おなじみのディティールを搭載しております。今シャツ最も目を引くのは素材です。2つの要素が魅力的に映し出します。透ける素材感とランダムなパープルラインのプリントです。一般的にフェミニンな印象を受ける透ける素材、メンズではある意味タブー視されている素材と言えます。ニードルズの魅力はタブランドが見送る際どいデザインを手掛けるところです。こちらの素材にはそのギリギリが詰まっているように感じます。デザインとのマッチングによるところもありますが、フェミニンに寄りすぎず、なんだったら尖っていてかっこいい雰囲気です。際どさを色気に変換する力こそニードルズらしさです。素材はポリエステル 100% のシフォン素材、薄く柔らかなタッチです。シフォンとは本来絹で織られた薄い布のことです。ポリエステルとすることで長所も生まれます。シルクのような繊細さ、儚さを感じさせながらも、ポリエステル 100% とすることで汗をかいた際のシミの軽減やお手入れに関してもイージーに向き合っていただけます。そしてプリント、まるで直接描いたかのような感覚的で躍動感を感じさせてくれるパープルライン、風で生地が揺れると動き出しそうです。何柄にも属さない自由な柄はホワイトとパープル2色構成ですが、色数以上に華やかに映し出します。透ける素材だからこそインナーとの組み合わせも面白さです。例えばタンクトップや半袖の T シャツを着用することで肌を見せるファッション、メンズでは今までにあまりなかったレイヤードですので、初めは露出量を控える方が目は慣れやすいかと思います。色の選択も可能性を広げてくれます。色や柄を持ってくることでインナーの色目が混じり、単品使いでは見えてこなかった色柄の重なりが魅力です。最も取り入れていただきやすいのは同色のインナーです。白ベースのシャツですので、白カットソーで合わせていただくことで白色が強く映り、ポリエステルシフォンの柔らかな質感が際立つレイヤードに。もう少し印象的なスタイルが気分の日は、パープルのインナーで柄の方とリンクさせていただいてもいいのではないでしょうか。早く楽しみたい方はジャケット等のアウター類とも今お伝えしましたカラーバランスを参考にしてみてください。そうですね、例えば柄でしたらハンティングシャツ、フランネルプリントとも面白そうです。タイガーカモの勢いのある迷彩をさらに加速させてくれるはずです。パンツも思い切ってもいいかもしれませんが、セオリー通り無地のパンツでトップスのレイヤードを生かすイメージを作ってみました。もう一パターン、ブランドらしくパープルのジャケットとも合わせてみました。ニードルズという感じが強く出たスタイルです。ニードルズを選択する上で柄やパープルは切っても切れない存在です。一癖あるように映りますが、だからこそニードルズというブランドを選ぶ醍醐味が詰まっています。そしてもう一パターン、こちらです。カットオフボトムクラシックシャツ、ダイヤモンドジャガード。ベースとなるデザインは先ほどのグラフィティと同じです。こちらは折り柄によるダイヤモンド柄、同色構成により光の当たり方で柄が立体的に浮き出すように映ります。こちらも透け感がございまして、ならではのレイヤードをお楽しみください。青と緑が混ざったような深いカラーが魅力的です。透け感をデメリットとして考えるのではなく、スタイルの幅を広げるきっかけとして考えていただけると楽しいと思います。この春はこういったシャツに柔軟な姿勢でトライしてみてください。今回もご視聴ありがとうございました。